どうもカートブレインフータ小島です。今回はレンタルカート攻略法ネオスピードパーク編ということで、普段レーシングカートに乗る僕がネオスピードパークのレンタルカートに乗ってコース攻略のイメージをお伝えしていきます。これからネオスピードパークでレンタルカートに乗る機会のある方やタイムアップを目指す方はぜひこの動画を参考にしていただければ幸いです。また今後全国のサーキットを回っていきたいので、この活動を支持していただける方は高評価やチャンネル登録で応援していただければと思います。それでは本編へ進んでいきます。まずはベストラップのオンボードをご覧ください。というわけでベストラップのオンボードはいかがだったでしょうか。千葉県の八千代台市にあるネオスピードパークさんは都内からのアクセスも良好ですし、周辺には多くの看板が設置されているので、サーキットに行く際に迷ってしまうということはなさそうです。施設はパークゴルフのコースに隣接しており、レンタルカート場では珍しくリゾート気分を味わえます。カートはシティカートと同じビレル社製のマシンを採用しています。ハーバーサーキットさんやユーカートさんで乗ったソディのレンタルカートよりは動きがレーシングカート寄りで、比較的早くマシンに馴染めました。ブレーキはソディよりも効く分、強い動力で踏むと容易にロックしてしまうので、初めはロックしないギリギリを探る必要がありそうです。トラックはレンタルカートコースとしては珍しく、きついアンジュレーションや比較的高い縁石が非常に複雑で、一般的なセオリーが通用しづらいコーナーがほとんどです。しかし今回はサーキットの常連さんたちが一緒に走ってくださったので、追走して勉強させていただきましたし、アドバイスやヒントもお聞きしたので、より濃い情報をお伝えできるかと思います。ただここをこうやって走った方が早いよというご意見があれば、ぜひコメント欄でご教授いただいて、動画を見ている皆さんで切磋琢磨できればなと思っております。それではコース解説に進みます。まずはセクター1です。ブレーキングを要するターン3のコーナリング速度と脱出速度をいかに速く走れるかがポイントとなります。ターン1は最終コーナー出口から無理のないレベルで距離を稼ぎつつ、ターン2に向けて直線的なラインを描きます。ターン2はターン3の進入のラインや R が小さくならないようにピット出口付近をクリッピングポイントに取ります。その後は左側の白線をなぞってターン3のブレーキングに備えてください。ターン3は長い直線からのブレーキングなのでチャレンジングですが、ターン2の終わりから上り坂になるため想像よりも短い距離で減速できます。ライン取りは常連さん曰く、路面が良くなればコーナー入り口外側の縁石からアプローチするのが早いとのことでしたが、この日の路面状況では縁石は使用せずにターンインし始めた方が早そうでした。右コーナーのターン3を立ち上がるとすぐに左コーナーのターン4が待ち受けます。故にターン3の出口ではなるべくタイトなラインで曲がりたいので、クリッピングポイントはできるだけ奥に取るようにしてください。この日はクリッピングポイント付近の右側の白線がグリップしたので、右フロントタイヤを白線に乗せて出口のアンダーステアを消しています。コーナーの形状やその後のレイアウト的にはしっかり減速し G を消した状態で立ち上がりたいようなポイントですが、出口が下り坂であることやパワーのないエンジンなので、綺麗に曲がることよりも最低速度や最低回転数をなるべく下げないことを優先してください。続いてセクター2です。いよいよネオスピードパークさんのアイデンティティともいえる S 字区間です。高速で左右に旋回しながらアップダウンを繰り返すので、うまく抜けられればとても気持ちいいと思います。裏を返せば少しでもタイミングが遅ければ全てが台無しになり、ストレスのたまるセクションでもあるのでポイントを抑えてください。 S 字で意識するのは一番最後のコーナーをどれだけ早く抜けられるかです。そのためにそれ以前のコーナーでは逆算するように一番最後までの準備区間と考えます。このトラックの S 字とマシンの組み合わせでは幸いにも複雑なアクセルワークは必要ありません。アクセル全開で抜けられるライン取りと、そのためのステアリング操作、そして目線の送り方に集中してください。ターン4はショートカット防止のタイヤバリアをクリッピングポイントにし、バリアをかすめるようにコーナーを抜けます。この際距離を稼ぐために縁石を目一杯使いたいですが、縁石の始めから左フロントタイヤを乗せるとマシンが跳ねてしまい、ターン3から加速途中のマシンを止めてしまうので、縁石の途中から乗せるようにしましょう。クリッピングポイントの時点ではすでにターン5のクリッピングポイントに目線を送り始めてください。
ターン5はコーナーの途中で下り勾配から上り勾配に変化します。ここからはコーナー間の距離が短くなり R もきつくなるのでよりリズミカルな動作が重要です。ここでもなるべく奥にクリッピングポイントを取りたいので右側の排水口付近から縁石に乗り始めます。上り坂でターン6がブラインドになってしまいますがコーナーを抜ける前から左側のウォールを頼りに目線をターン6に送ります。ターン6はコーナー進入と同時に上り坂が終わるのでジャンピングスポットのようになりフロントの荷重が抜けます。故に車が一瞬右側に逃げようとするためクリッピングポイントを外してしまいやすいです。なので自分の想像よりも1段階早くステアリングを切り始め車の向きが変わった状態で上り坂の終わりを迎えると理想のラインが描けます。ここでは3つ目のショートカット防止のタイヤバリアからターン7のタイヤバリアまで直線を描けるような角度が最適です。ターン7は1つ目と2つ目のタイヤバリアを右側のタイヤでかすめるように走るとステアリングを切らずに通過できます。このポイントからターン8まで直線的に抜けたいのでクリッピングポイント手前の早めの段階で目線はターン8に送ってください。ターン8は高い速度域かつ立ち上がりがブラインドのため初めのうちは非常にスリリングだと思います。しかし立ち上がりの縁石がバンク形状のためある程度のオーバースピードではコースアウトしません。はじめにお話ししたようにこのコーナーをいかに早く抜けられるかがポイントなので恐怖心を捨ててなるべく高い速度で旋回してください。ベストラップの走行時は若干クリッピングポイントを外していますがここも左側のタイヤバリアギリギリを狙います。立ち上がりはその後のストレートスピードを伸ばしたいのでなるべくステアリングはまっすぐの状態をキープしてください。最後にセクター3です。路面の起伏や縁石を味方につけていかに高い速度域でコーナーを抜けられるかが問われるセクターです。ターン9は2つ目のブレーキングスポットです。しかし下り坂のブレーキングのためターン3とは全く異なりますしリアの荷重が抜けやすいので姿勢を乱しやすいです。したがってターン3よりもより繊細なブレーキングが必要となります。ロックしないギリギリのブレーキングで減速したらブレーキを残しながらステアリングを切り車をインリフトさせます。この日はコーナー入り口の外側の縁石に左フロントタイヤを乗せた方がグリップしたのでそのグリップアップを利用して旋回のきっかけを作ります。このコーナーはエイペックス付近がすり鉢状になっているのでこのバンクを利用するためにも絶対にクリッピングポイントは外さないようにしてください。またターン3と同様にこのコーナーも最低速度と最低回転を落としたくないコーナーです。立ち上がりの縁石で車の向きを変えるイメージでコーナー旋回中はとにかく高い速度域をキープすることを意識してください。ターン10、11はアンダーステアのレンタルカードでは非常にストレスフルなクランクです。いかにアンダーステアを出さずに車を振り返せるかが鍵となります。道の真ん中ぐらいからターン10にアプローチしますが早めに左側の打角を消したいのでクリッピングポイント付近ではすでにステアリングが0度になっているようなライン取りを意識してください。またこのコーナーは縁石がグリップするので絶対に縁石を外さないようにします。ターン11はターン10でかかった右側の荷重を一気に左側に移すことができればアンダーステアを感じることなくコーナーを抜けられます。コーナー進入時にステアリングを必要量よりも大きく切り込み荷重を左側に移してください。このコーナーも縁石がグリップするので絶対に縁石に右フロントタイヤを乗せるようにしましょう。縁石に乗ると前後のグリップ差が生じ若干オーバーステア気味になりますがなるべくカウンターステアを減らしてロスなく立ち上がるようにしてください。コーナー出口に設置された左側の縁石はラインをワイドにするためになるべく乗せたいポイントですが乗り方に注意が必要です。ターン11でアンダーステアを発生させゼブラゾーンの初めから左フロントタイヤを乗せると車が浮きバリアの餌食になります。したがってしっかり前に進んでいる状態でゼブラの途中から縁石に乗せることでロスなくストレートにつなげられます。以上で1周のコース解説は終わりです。今回ご紹介した走行イメージを持つことでタイムアップはもちろん楽にストレスなく走ることができると思います。今回のイメージ以外にドライビングに関することで何か悩みを抱えている方はコメント欄に書いていただければできる限り問題解決に協力いたしますのでそちらも合わせてご利用ください。それではここまで見てくださった方ありがとうございます。また次回の動画でもお待ちしております。ありがとうございました。